街全体がどんよりと霞がかったように見える黄砂現象の映像です。黄砂は東アジアの砂漠や黄土地帯から強い風によって大気中に舞い上がった多量の砂塵が上空の風に乗り運ばれてくるものです。日本における黄砂現象は春に観測されることが多く、時には空が黄褐色に煙ることもあります。この日は午前中からどんよりとした空模様になり、遠くの山々も霞んで見えなくなるほどでした。黄砂現象発生の有無や飛来量は、発生する場所の風の強さに加えて植物の種類や土の中の水分量などにも左右されます。大気中に舞い上がった非常に小さい黄砂の粒子は上空の風によって遠くまで運ばれます。太平洋を横断し北米やグリーンランドへ到達する例もあるのです。県内でも色のついた雪や雨が降ることもありました。黄砂は3月から5月にかけ観測されることが多く、1967年の統計開始から最も多かったのは2002年のことでした。